風船にボンドで紙を貼り付けて好きな大きさの丸が作りたいときはこの方法が使えるね。やっぱ黒にします。じゃじゃーん。ラメシートでチェーンソーマンにしていくよ。ラップに芯を。持ち手のところ黒く塗ったら知ってるのかな？きもほちゃんの他の動画も見てね。